ちょっと今回、それはもうそろですよ。何言ってんだろう。ちょっとでも場所変えの微妙じゃないですか、これが入ったからって場所が。いや、ゲージ1で、これがあるんですよ。割り込で。やっぱこっちでいいですかが微妙だって話ね。ゲージで、もうこいつは入った時ゲージ増やすやつ、ね、ゲージ増やすやつ。え、でもバカトロップからだから、あれ、じゃあこれフォーカスかね。これはデッキを読める。あ、デッキから入ったことになっちゃうからダメだな。じゃあこれ手札で、手札、はい、あ、でコールして入れればいいですね。どうします？まあ、ほとんど変わりようがない。そうだ、同じだな、結局的に。結局同じだな。まあ、ゲージ使って、うわ、それはでまた3点で。3点、受けた、エンドです。手札が全部ジャックってちょっとありえないっすよね、始まりが、うん、ちょっとびっくりした。チャージャンドドロー。あ、今日なんか、うん、2日くらい喉痛めたせいで、なんか今日すごい声の調子が良ったよ、いいんですね。あ、いいの、はい、やべ、これちょっとドロップ条件がよろしくない。ごめんなさい、どうす、もうすごくどうでもいい話。コール、はい、置き換える、コール、あー、水槽出したいのに。いや、これほんとひどいよ、このプレイングは、はい、ゲージちとゲージで払えばいいじゃないですか。あ、でもゲージだからダメ。そうそう、同時コストだと、これひどい、ひどい出し方ね。コール、もともとひどいと思う。よし、アタックフェーズだ。守備は6000のままですかね。はい、6000のままなんですよ。連携6000。じゃあこれで、はい、じゃあ6000アタック、効果使います。破壊しておきます。あれ、これ死ぬんじゃねえか。死ぬんじゃ、ほら、おりゃ、効果使います。破壊して戻って、ほら、おりゃ、お、倒せるの。じゃあ重心破壊して、おりゃよし、じゃあ落とした。マジか、エンド、ドロー、おー、強い、ドローが強い、スタジアムドロー、あ、強い強い強い。つまりこれジャック立ててドローボス解放までいかないと。ワンドロー、あ、微妙、微妙だけど、よし、よろしい、よろしい。ゲージ1、うん、ジャックナイフ、こっちの、こっちので、これ入れのライフ1使います。もう使ってく、はい、すごいね、またジャックを復活したの。あれ、入ってるよね、入ってるよね、ちゃんと、うん、ゲージに落ちてる可能性もなきにしもあらず。ちょっと待てよ、ちょっとか、ちょっとデッキを確認しよう、うん、あ、はい、はい、はい、ちょっとやばいな。しかし、連番ジャックの構成も気になるなですね。アステールは入ってないんだな、あのデッキな、必殺コールまで行くやつだったから。ゲージ1、面白いですね、バリーファイト、いろんな軸があるんで。手札で、手札、はい、ちょっと待てよ、考えてすごい今考えてる、はい、うわー、ゲージ不足、ゲージが足りない、ゲージ1、アステール、はいはいはい、また倒したアステールがまた出てくる、辛いな、ちょっと辛いですね、こっちも。まあ、6000で、やった、お、ここに横ない、武器もない、はい、マジか、キル2点減殺ですよ。そうなんですよね。あ、ちょっと来る前ちょっと家で歌ってたんですけど、歌を、うん、すごいなんか声の出がいいっていう。何、何の歌ってたの。ボカロです。え、何、ボカロです、ボカロ曲、はい、1、2、3、おっと、お、これモンスターって普段変えられるんだっけ。
じゃあこれにしよっかな、今モンスター？いや、こっちだな。あ、本当のモンスターだ。他はドロップです。やっぱこっちです。シッセン、アンテナこっちのシッセン。はい、そしえっつっ何のクッション嫌になる。ライフ1、レイジ1。回収はこれと、あ、ちょっと大丈夫かな。まあ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 、あれでしょ。これも行こうかな。これもちょっと、あ、裾を分けしてもらおうかな。ちょっと待って、待って、はい、はい、で、レイジと煉獄騎士を含むカードを入れる。騎士団、あ、そっか、魔法も、魔法も、あ、これ騎士団じゃないよ、煉獄騎士をだった。これじゃダメだ。はい、まあ、ちょっと急ぎまでやってます。別に何でもいいんじゃない。でですね、守備は6000のままです。守備は6000のままです。じゃあこれ、これ、あ、喉が、あ、そっち、あ、やめろこれは煉獄が破壊されたらワンチャージするっていうこと。あ、そうだ、そうすればいいのか。タックウェイズ、はい、6000、はい、行きましょう。あらキャスト、まあ、ドッキングカードでな。さてと、さっき捨てたカードを覚えていますか。おっと、守備が上がったぞ。うざす。はい、どうぞ。で、効果で破壊します。この効果が破壊された時、デッキからアイテムを手札に加えてシャッフル、そして装備してないなら装備コスト払って装備して。嘘でしょで、破壊されたんでワンチャージします。はい、で、破壊しておきましたと。はい、あら、届かない届かない、ほら、考えたんすよ。それぐらいからここを破壊して戻して、ちゃんと考えたんすよ、こんなこと、ね、はい、効果不発だけど破壊をした。で、こいつの効果でワンドローと3000上昇を、どこっちに入れます、まあ、ここにしといた方がいいかな、ここ。はい、だから9000になった。ほら、おりゃ、さて今ドラゴンアームだった。さらにディミオストーダーアーリー、なんだぞ、なんだこれ。あ、そうだ、さっき破壊したときもあったじゃんね。はい、あ、ここでいい。あ、はい、で、合計8000、どい、8000、あ、ぞっ、ぴったり。で、効果で破壊しておき、で、こいつは9000になっている。ほら、くそー、自分を破壊する。うわ、ん、ほら、うぜぇうぜぇ、自分破壊したときこうです。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、立て直せなくなった。やっぱ連番で持たないんだね。ホース解放まで行けば5000止まるんだよ、こっちは完全。待ってください、頼んで、届いて向こう貸し、あっ、エンドレス、んだろ、エンドレス、チャージアンド、んだろう、あ、コールコール、あ、さあ、勝ったかな。あ、痛い、いけません、痛い、痛い、いけません、痛い、痛い、いけません、痛い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 、もうやだ、はまんね、はまんね。まあね、まあ、煉獄の動きは見飽きたでしょ、最後の爪は、ね、もうちょっと、つまりそれ解放するしかないんすよ、ね、そのデッキでこれに勝とうと思ったら。最初はグーチョキホイ、ショー、おい、強み宣言。いや、ちょっと先行はうまくねえな、俺ね。いや、私こっち先行の方がうまいんすよ、おい、やめろ、もうテンションがおかしくなってるよ。煽ってんね、めっちゃ煽ってきてんじゃん。煽ってはない、多分チャージャーのドロー。さて、女の子に変えますか。女の子でしょ、姉ちゃん。まあ一応は二ターン、いけます。でもこうやって意識すれば変わりそうで、俺なんでこんなダミゴになっちゃったんだろう。知らないっす。チャージアンドロー。おー、強み。ちなみにこれは、自身を破壊してワンドローとかに入れちゃう。あ、どうしよう。あ、どうしよう。本当、どうしよう。じゃあどうする。あ、巻き戻した。ちょっと考える。あ、やっぱいいや。AGG。じゃあこれで、で、バディコールなんでプラマイゼロで、ヒュエルの効果もつけます。ああ、バディコールプラス1のヒュエル効果マイナス1、プラマイゼロ、そしてアステールを、アステールを持ってきます。はい、あ、でも俺連番ジャック使ってみてーなー、ちょっと、集めるしかないですね。
スタイル軸も面白いカルナーダ、はい、でマンチャージですか。はい、マンチャージです。やめてほしいな、やめてくれよ。ああ、まあまあ、それはいい。ドラゴンフォース解放が嫌だ。残念ながらないんすよ。うわぁ、うわぁ、嘘でしょ、待って、嘘でしょ、マジで、なんで落ちたの、ね、なんで勝ったゲージに落ちるとこのデッキは回収手段がないよ。なんもないっすよ、なんで落ちたの。ないよ、勝ったかな。いや、勝ったかな。じゃあ、効果で煉獄を破壊してバンドローします。はい、強くね、完全空打ちさせた。エンド、エンドです。でも勝ったな、これ。はぁ、勝った宣言。ファン、ファンって言ってる今。チャージャンドロー。いや、ファーじゃなくてハーって言いました。ファ、ファナティッククライシス。チャージ、ちょっと意味がわかんないです。意味わかんなくていい。俺もよくわかんなかった。あ、バディコルテですね。あ、はい、バディコルテで、バディコルしたところ手前あれなんですけども、あ、下手前あれなんですけども、これですね、ゲージ2のライフ1。さて、こちらライフ1、あ、サイズ1を壊すモンスターがいないっていう。で、そうですね、これサイズ2以上がいるとこいつは2減らして1で21という構成になって、で、こっちのサイズ1のモンスターを破壊するという効果にも適用されますよ。あ、そういうことですね。いない、いないっすよ。いないっすね。なんでその煽りになるほら、9戦だ、ほら。はい、2回攻撃。はい、6戦、ほら。はい、あ、効果破壊して起きる。こっちの破壊効果、破壊効果、煉獄を含むサイズ2以下を切断してあります。あら、ケース1、やめろ、ドッキング、ドッキング、ガチの男子が出たぞ今。でもさ、ドラゴンフォースがない手間ね、そのデッキ1枚しか入ってないからね、諸事情でね。はい、ポット、あの、さっきのヒューエル効果、ヒューエル効果使える。はい、ちゃんと使っていきます。積極的に使ってくる。ゴリゴリ使っていくぞ。重ねるために使ってくる。はい。では。はい、どうぞ。では。ディミオスソードアーリー。あんま意味ねえな。どうするんですか、置くんですか。いや、一枚分かりました。やっぱやめます。はい。自身破壊しておきて、ほら。おりゃ。ここまでか。よしよしよし。スタンド。ドロー。うお、強い。こっちかな、ちょっと念のためチャージャンドロー。おう、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 煉獄の連覇にも耐えれちゃう。まあ俺ゼロ引けてなかったっていうのもあるけど、武器とね、ファントムクーラー、ワンドロー。おう、弱い、弱い弱い、ゲージ1。はい、じゃあ、まあ重ね、なるほど。じゃあ4000で、ここは、はい、ただまだ女子に、まあ、ちょっと守ってみようかな。はい、はい、じゃあ6000ポッチで。え、ベルザイブ、ギャバシ、ギャバシ。はい、M です、うん、ドロー、チャージャンド、ドロース。よっしゃー、なるほど、こうなったか。ちょっとドロップ確認します。ドロップ確認。あー、そうっすね、これはこうっすね、リジと。あー、落ちたカードがやばい。よしよしよし、煉獄騎士を、自信を入れる、した自信を入れるですね、うん、でですね、こうですかね。あ、頭おかしいです。これでいこうかな。いないですね、守備上昇ないですよね。守備上昇はない。アタック6000。はい、あらー、おりゃー。では、ディミアス効果破壊しておきます。おらー、おりゃゼミアス効果破壊して、置きます。で、これ破壊された時、ドロップのサイズ1以下のカード名に煉獄騎士を持つ。まあこれしかないね。おかしいっしょ。これこそ洗ってこれしてよいという効果ですね。で、いなくなったんで行ったんだ、ほら。行きます。こっち無視やん。効果で、うん、もしダメージ与えたらワンチャージします。見て、ほら、行きます。効果で破壊しておきます。見て、ほら、いけます。自分を破壊しておきた。ゲージ発送、ジャックナイフリンカーです。ちょっと待って、これジャックが、無理だ無理だ、ジャックがジャックいないと無理だ。あ、これこのカード真っ先に抜いた方がいいんだですね。無理だ。普通に
このカードダメなんだよ。だってジャック いねえよ、うん、いるときはライフゼロにならないしね。うん、確かに。こういうカードいらないわ。レイちゃんちょっとかわいそうに合わないカードが入ってる。合わない、どう考えても合わない。ドヤ顔で間違える。やめて。やめて。これその時期とは合わないね、少なくとも。ですね、うん、そのソルで粘るデッキには合わない。無理だわ。なんか他の魔法に変えた方がいいっすね。何ダッキングって何枚入ってんだ。ダッキング入れる。ちょっと待って、何枚入ってんの確認。そうね、ドッキングとか多分ソウルが2枚以上あるならっていう効果のやつが結構あったよね。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち